今回は山田のレッスンです。お願いします。よろしくお願いします。前回釣り竿動作をやってグリップ修正して体の突っ込みっていうのを減らすためのドリルっていうのをやったわけだけれども、どうかな、フィーリングっていうのは変化があった？そうです。前までのように力みながら打つと左の引っ掛けの球が出るようになって、うん、で素振り通りイメージよく振れると右に出て綺麗なドローが出るようになってきたので、うんうん、以前と球筋だったり感覚が変わってきました。変わってきた、はい、そのドリルをやった結果がどれぐらい動きの修正につながっているのかっていうのを検証して、次の薬を打つ必要性があるのか、継続していけばいいのか、そういったところを見てみたいと思います。ちょっと前回の振り返りね、すごく突っ込みが強くて、グリップもだいぶウィーク気味、それを突っ込みながら厚く当ててたっていうところをグリップ修正をして、その突っ込みをする必要性がない状態にしたと。だから力んで突っ込むと左行くでしょ。はい、行きます。そう、だからこういう修正を加えたっていうことですね。じゃあチェック行ってみましょう、はい、練習してたドリルの感じっていうのを見せてくれるかな、はい、以前と大きく変わるところはなくて、はい、こうやって自分でグリップ確認した後に、はいはい、連続素振りをやって、連続素振りを行って、うん、そのまま力感で打つ、その力感で変に突っ込まずに打つっていうことね、はい、よし、じゃあちょっとやってみよう。はい、そうだね、もう一回素振りしてごらん。そう、この時にすごい重要なのは均等なテンポ、左右の対照的な感覚、それと体の回転がバックスイング側とフォロー側のフィーリングっていうのがシンクロしてる感じ、対照性のあるいいテンポで素振りを行うっていうのがすごく大事。これが突っ込んでないというナチュラルな状態ね、はい、それ基準です。はい、どうぞ打ってみよう。今の、まあ、スイングの全体が良くなってくるっていうのと、球がまっすぐ行くっていうのは完全に一致はしないです。で、球がまっすぐ行くかどうかってアライメントとかボール位置とかグリップおよびセットアップ時のフェースアングルとか、いろんなこう要素がかなり関係する項目なんですね。ですから動きがいいっていうのと球がまっすぐ行くっていうのはイコールじゃないから、だからこそ前回グリップのおおよそのストレートになるであろうっていう基準のグリップを確定したわけです。ただここから微妙なアレンジが必要で、左引っかかったり右プッシュしたらグリップの調整も必要なわけですよね。釣り竿動作によって確定したグリップっていうのがどれぐらいのクラブフェースアングルを生み出しているかっていうのをディテクトでチェックしてみましょうね。はい、まあ、ちょっとシャンクしそうではあるけど、なかなかいいですよね。クラブがインサイドから振り込まれてきて、シャフト軸に対しての逆くの字もある。それを引っ張り続けてスイングできているから、調子がいい時は右からのいいドロー展開になって結構距離も出るっていうのがこれでわかると。なかなかいいインパクトのクラブの動きだというふうに思います。前回のやったことっていうのがどれぐらい機能してるかっていうのを見ると、グリップ非常にうまく機能してるんじゃないかなというふうに感じます。はい、じゃあ今度全体スイングカタリストでチェックしよう。はい、はい、じゃあこちらに突っ込み直そうと思って頑張るとダフりますよね。まあ当然そういう傾向は出てくると思います。スイング修正の非常に難しいのは、個性的な動きに対してまたさらに個性的な動きを積み上げてある程度当たるようにしてるから、一箇所直そうって意識が高すぎると基本的にはバランスが崩れてミスになります。だから元々のスイングに戻る傾向にあります。今回こういった修正を、まあ、トータルで考えて、何がプラス要素で何がマイナス要素なのかみたいなことを山田には理解してもらって修正してると、そういうことです、はい。ね、バックスイングのこういう癖ありますけど、これもうほっときます。今は今山田にはもっと、早く直したい大きな癖が存在していて、細かいところの癖っていろいろ思うんだけれども、それをやるとこなせないんですよ。だからもっと大事なことを先にやってます。今一番のこう重視しているところね、突っ込みが減った、突っ込まなくてもボールが捕まる状態にはなってきたっていうことでね、それはグリップの要素と連続素振りの対称性を意識していた結果随分改善してきたっていうことですね。初回のスイングと対比しようかな。はい、これが初回で、これが現在ということです。もうすごいね、バックスイング上げた時から、まあ、右下に沈み込んでますと。ここまでは別にこっちでもいいんです。そこから
うん、今でもまあちょっと突っ込んでるなと思いますけど、こちらの突っ込みよりは大きくない。パス全然違いますね。わかるかな、今ダウンスイング時のシャフトライン、ダウンスイング時の、まあ、シャフトラインということで突っ込まないことによって軌道変化というのも起こってる。山田の現在のスイング修正というのは順調に進んでると言えます。なので、継続してですね、今の素振りを行って、さらにこの突っ込み動作というのが減って、突っ込みが減ると実はため動作っていうのは大きくなります。突っ込む人っていうのはね、結構ための獲得が難しくて、左腕とクラブのところっていうのはキャストした状態に入ってきます。なので、まあ、今後の変化っていうのは今やってる方向で間違いなく起こるであろうと。今日なんか経過観察なんですよ。スイング修正が順調に来ているかという点のチェックなので、とても順調に来てるんではないかなというふうに思います。健康な動きを獲得してるっていうことが言えるから、今の練習のままでいいです。あんまりバックスイングの上げ方とかは、そこに意識がいくと他のこう大事なところにね、意識が飛んじゃうんだよね。だから今ぐらいの情報量でまずこの辺が体に定着してくることを優先してやって、この新しい動きの中でボールをコントロールするってことはこだわってやってくださいね。いいんじゃないかな、まあ、今回経過観察だけど、今のままこのドリルをやっていくことでね、次回しっかりとギアーズで測定をして、どれぐらい変化が出たのかっていうのをチェックしようね、はい、基礎動作が獲得できた後には球の内訳とか、今だともう鉄板ドローだからドローしかきっと出ないのね、はい、その辺も含めて今後技術の獲得を目指したいと思います、はい、はい、じゃあお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。